ぎる景色か思い出色に変わり、僕は世界を置き去りに君の手を引いた。吐く息溶け込む無口な木々の中、駆け出すこの足はもう止まらなくて、心の5月8日に栃木市で開催されたドンストップミュージックフェス栃木、通称トチフェスは、マジックオブライフが中心となって去年から始まった音楽フェスティバルだ。今年は11のバンドが参加し、音楽で栃木を盛り上げた。ドンストップミュージック、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。マジックオブライフは宇都宮市出身の高津とボーカルとして結成された4人組バンド。アニメ弱虫ペダルの主題歌や栃木 SC 宇都宮ブリッツェンの公式応援ソングを歌っている。昨日僕ら一足先にこう総合体育館に来まして、ファンの子が来てくれまして、こういちご差し入れてくれて、今日もね、天気も最高ですし、皆さんが来ていただいた皆さんが笑顔になるように、幸せな時間を過ごしてもらえるように僕ら務めさせてもらいますので、最後までよろしくお願いします。お、イン体育館の匂いします。うわ、程よいこの汗臭さね。そうですね、はい、程よい汗臭さ、結構汗かいちゃいました。汗臭さ、この汗かいちゃいました。やっぱ早いだろ、着いたばかりで汗かいちゃう。こうやって昨日リハの時にみんなで書いたんです。みんなで一バンド、一アーティストごとに皆さんに、そしてふるさと大使ということで、とちすけステッカーをですね。あーかわいい、あーかわいいな。まあ長いですけどね。はい、4人で力を合わせて、はい、そしてスタッフさんと、そうです、栃木市の皆さんと力を合わせて、はい、成功しましょう。しましょう、はい、おーおーなんだこれ。レコードハンバーガー場内での販売になります。地元ふるさとの栃木でフェス、音楽フェスをやるということはやっぱりその目標だったり夢であって、まあ10年ぐらいその全国で戦ってきて、やっぱりそのやってきた音楽で何かその、まあ、恩返しじゃないですけども、本当になんかこう栃木に貢献できるものは何かと思った時に、やっぱりフェスをやりたくて、やっぱり全国からやっぱたくさん来ていただけるので、なんか栃木フェスを通してみんなも栃木を好きになってくれたら嬉しいなっていう、なんか漠然とした思いがありますね。もちろんそのいずれは、ね、何万人も呼べるようになって、野外でやれるようになりたいとか、そういうのはもちろんあるんですけども、栃木を盛り上げたい、みんなに栃木を好きになってもらいたいっていう気持ちが本当に偽りなくあります。今栃木最高、イエーイ。グッドモーニングアメリカとストープニングがすごい特に楽しみです。スミカが大好きで、スミカ目当てで来ました。アルカラを見に来ました。オレンジレンジを見に来ました、はい、マジックオブライフっていうバンドのファンで、
て、あのちょっと栃木フェスやるっていうん で去年は行けなかったですけど、今年はちょっと行きたいなと思って、意外となんか知らないものが多かったから、なんかこういうものもあったんだって思って、であとなんかこんなにやっぱ人がいるっていうことは、やっぱ地元の人からすごいなんかみんな来てるんだなと思ったから、なんか意外となんかその栃木を身近になんか感じられたというか、もっと知りたいなって栃木市についてって思いました。今日はマジックオブライフ見に来ました。栃木を愛してくれてるみたいな、そういうのが嬉しいです。マジックオブライフのファン同士でこう集まって、まあ各々違うところからこう集まって、でもどっから来たの？北海道です。北海道からね、わざわざ来るぐらい好きだよね。もっともっとやっぱ大きく確かになってほしいな、有名になってずっと続いていってほしいなっていうふうに思います。フェス楽しもうぜ、イエーイ。楽屋では出演アーティストが本番に向けて入念に準備をしていた。マジックオブライフの気持ちに賛同したアーティストたち、トチフェスを盛り上げるために余念がない。一人様一番人様でご準備をお願いいたします。今年のトチフェスに参加したアーティストはご覧の通り、この11のバンドが栃木を盛り上げてくれた。5人組ロックバンドサックアースチューズアイ、5月25日にセカンドフルアルバム NA をリリース。ワンマンツアー真っ最中で、7月8日には都内でツアーファイナルを開催予定。今年メジャーデビューを果たしたブライアン・ザ・サン、メジャーデビューシングルのヒーローズが好評発売中。そしてブライアン・ザ・サンツアー2016ヒーローズと題して全国各地でツアーを開催中だ。2008年に宇都宮で結成されたシットハプニング、8月には名古屋で開催されるフェスに出演予定。これからが楽しみなバンドの一つ。メロディアスなサウンドが魅力の3人組ロックバンド空想委員会、9月22日にはワンマンライブを開催。ライブを通じて旅の楽しさを伝える空想トラベルを3年ぶりに開催予定。ライブの前後にはさまざまなイベントが予定され、全国から旅行カバンを持ったファンが集まるという特別企画も開催予定だ。今最も勢いに乗るバンドの一つスミカ、医療品メーカーの CM でもおなじみ。出演ライブのほとんどがソールドアウトという過熱ぶりで、7月と8月にはフェスにも参加予定。自称ロック界の貴公子アルカラ、ギターロックやオルタナティブロックなどの音楽性を基調としながら、一筋縄ではいかない自由奔放さで唯一無二の世界を築き上げている。2009年に結成された4人組ロックバンドリズミックトイワールド、7月6日にはセカンドフルアルバム Hey をリリース予定。そしてリリース全国ツアー Hey の Hey による Hey のためのツアーファイナルを10月21日に赤坂ブリッツにて開催予定だ。言わずと知れた5人組ロックバンドオレンジレンジ、デビュー15周年を記念したコラボベストアルバム円盤を発売予定。9月からは初の全国47都道府県ツアーがスタート。栃木公演は10月9日に開催予定。
6月22日にコンピレーションアルバム、あ、良い音楽ここにありますその号を発売するグッドモーニングアメリカ、7月からはあ、良いライブ平日にあります夏巡業2016を開催予定。今年4月に起きた熊本地震、会場で被災地への義援金を呼びかけるマジックオブライフの姿があった。ありがとうございます、ご検よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。そうか、よかったな、ありがとう、全部言ってくれるね、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。とちフェスは音楽だけでなく栃木を知ってもらおうを合言葉にご当地グルメを販売、にぎわいを見せていた。ダブルです、はい、今もう一つお出し。この焼きそばもなんか芋が入ってるって結構斬新で、はい、とてもすごく美味しいです。はい、食べ物最高。マジックオブライフの皆さんです、どうぞ。2回目の都市フェスはマジックオブライフにとって特別な日となった。この度、はい、この栃木市のふるさと大使に任命されることが決定しました。ふるさと大使です、ありがとうございます。それではこの衣装式に先立ちまして、はい、栃木市鈴木利美市長、そして栃木市ゆうキャラとちづけ君にお呼びしております。それではお越しいただきましょう、どうぞ。市長ありがとうございます。とちづけ君、市長ありがとうございます。いいですね、ですのもうこのね、ありがとうございます。マジックオブライフはその発祥の地がここ栃木市だからであります。夏恋というお祭りの中で誕生した最初のバンドがきっかけとなってこうしてメジャーデビューを果たし、今では全国でその名を知らぬ人は知らないかもしれないけども、でもいっぱいの人がもう知ってくれています。これからはぜひ皆さんでこのマジックオブライフを我が栃木市の誇るバンドとしてみんなで支え応援をしていっていただきたいと思います。衣食住マジックオブライフ様、あなたを栃木市ふるさと大使に委嘱します。ますますのご活躍を記念いたしますとともに、栃木市の魅力を広くアピールしていただくことを期待します。平成28年5月8日栃木市長の人住み、そして栃助、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、今、委嘱状が手渡されました。栃木市はどちらかというと落ち着いた、まあ、大人の街っていうのかな、よく言えば。でここにもっと若いエネルギー、この街をこれから動かしていく若い人たちにもっともっと出てきてほしいんです。その景気をつけるためにも彼らにはぜひ頑張ってほしい、そんなふうに思います。たくさんのバンドに協力してもらい、たくさんのファンに支えられ、2回目を迎えた都市フェス。いよいよマジックオブライフのステージが迫る。やっぱり僕ら4人、メンバー4人だけの思いじゃなくて、いっぱいたくさんの方が関わってくれて、栃木市役所の方々や栃木テレビの方々とか、あと商業街企業の方々とか、もちろんファンの皆さんや出演していただいたアーティストの皆さんのやっぱ思いとかがをやっぱりそのステージで思いを届けなくちゃいけないな、最後にこう代弁じゃないですけど、代弁か、代表として思いを伝えたいっていう、最後は何だろうな、ちゃんと感謝の気持ちを伝えることが、なんか俺らかっこいいんだぜみたいな、どうだよみたいなとかじゃなくて、なんか本当に素直に
無事僕らの出番まで来れたことへの感謝をちゃんと伝えられたらなと思います。やっぱ音楽通して、まあ、俺もなんかこう人とつながってきたんで、このライブとか遊びに来て新しい出会いとかそういうのをなんか大事にしてほしいですね、ファンには。やっぱ見てもらう人とか僕らのなんか映像を見たりとか写真を見たりとかしてくれる人とかに少しでもこう元気とか夢とか、もっと生きていたいとか、なんかそういう気持ち、前向きな気持ちを与えられるようにもっとなっていきたいと思うので、これからも活動に注目してもらいたいという次第でございます。はい、もうその他のバンドとかがやってる時もステージ袖から見たりとかすごいしてたんですけど、もうお客さんが嬉しそうにしてるのが本当に嬉しくて、自分のことのように。今日見てた感じ、もちろんライブハウスとか来るような人とかもいっぱい来ていただいてるんですけど、そういう普段来なそうなような方もちらほら見かけるんで、なんていうんですかね、本当にあんまりそういうバンドのライブとか見に行かないような人らに、こんなにバンドって楽しいやぞっていうのをちゃんと伝えれればいいなと思ってますね。よし、落ち着いていこう。はい、トチフェスもう成功です。楽しんでこの最後ラスト、俺ら感謝を思いを届けましょう。はい、マジックブレイクバイオン。Thank you.
フィナーレを迎えたドンストップミュージックフェス栃木2016。マジックオブライフとその思いに賛同したアーティストたち、そしてイベントを楽しんでくれたファンが一体となって幕を閉じた。全員の栃木愛が今年も栃フェスを成功に導いた。栃木を好きになってもらいたい。来年も会場でみんなの気持ちが一つになることだろう。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。